はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。耕作様、上総介様、トミー様、ご支援ありがとうございました。何度も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 ご支援いただきまして、誠に誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。2月11日16時ぐらいから池袋近辺でメール党員限定新年会開催いたします。ご応募はメールの方をご覧ください。メール党員のご登録は動画説明欄もっと見るをクリックされるとですね、ババババババって開きますんで、そちらからよろしくお願いいたします。楽しいですよ。ご応募じゃんじゃんお願いします。 NHK 未契約割増金を払ってしまった方、現在請求されている方を探しております。ご連絡何卒よろしくお願いいたします。河野太郎裁判がですね、裁判官1人の通常裁判からですね、裁判官3人の贅沢使用、大ごとになったと弁護士さんからご連絡ありました。合議制って言うんだって。合議制裁判、民事の名誉毀損裁判ごときで3人もつく異例では。こういうのって強盗殺人とか放火とかそういう凶悪事件とかで3人つくんじゃないの、誘拐とか。ちょっと謎なんですけど、名誉毀損裁判で3人つくって、例知ってます？皆さん、もし知ってたらコメントください。やっぱり総理大臣でですね、現役大臣ともあろうものが週刊誌や報道ではなく一般個人の私を訴えるっていうですね、前代未聞、もしかしたら史上初の事態を重く見たんでしょうか。口頭弁論の日時が決まり次第お知らせいたします。にしてもですね、最初裁判官一人だったのは、原告の河野太郎がですね、あの河野太郎大臣だって裁判所の方で気がつかなかったんじゃなかろうか。名誉毀損の裁判って星の数ほどありそうですしね。あの河野太郎なのっていうことで慌てて裁判官3人という贅沢使用、かっこ大ごとになったのかな。埼玉県公園緑地公開協会にですね、ネウロズの件で電話しました。クルド人のお祭り、朝日の記事ではですね、23日に不許可を撤回し謝罪したとありますけれども、事実は、24日昨日申請書が提出されて現在協議中ですと。楽器演奏不可、大音量の音楽再生不可は従来通りです。だそうであります。一体朝日はなんでこんな嘘報道したのかな。理解に苦しみますね。主催者のですね、お祭り主催者の日本クルド文化協会は、の妄想ね、23日に不許可を撤回し謝罪したを、妄想しちゃってそのまま載せたんでしょうかね。朝日は、さすが嘘と捏造の伝道、朝日新聞だな。ちなみにですね、日本クルド文化協会はテロ組織クルド労働者党に、テロ組織っていうよりも武装組織、反乱軍、トルコ空軍にミサイル攻撃もされている、大した実績を持つ反乱軍ですね。ISIS の主力だったみたい。クルド労働者党に送金した事実があってですね、トルコ政府にですね、テロ支援組織指定され、トルコ国内の資産凍結処分されてます。こんなとこがね、日本でのうのうとお祭り主催ってふざけてるよね。公園緑地協会はですね、それを理由に断ってもいいんじゃないの？あんたらテロ支援組織指定されてるでしょって。あとですね、禁止されてる楽器演奏の前科あるんだから、それを理由に断ってもいいんじゃないの？だってあんたルール守らないじゃんってさ。で、それを理由に許可しなくてもいいんだねえのかな、思いますけれども。京都アニメーションに放火し、36名の命を奪った青葉真司に京都地裁が死刑判決。被告には誇大な自尊心があり、うまくいかないことがあると攻撃的になった。ガソリンによる放火という犯行手段について、本人の考え方や知識に基づくもので、妄想の影響は認められない。とした、だそうであります。世論です。妥当だな。死刑とかぬるいわ。貴
違いなら計画的に動けないしな。まあそれ以外ない。理由を2時間半も聞かされてたまらんな。主文後回しで2時間半死刑にする理由、この判決を下す理由、喋ったみたいですね、裁判官。死刑じゃなければ暴動起きるわ。まあ即日控訴やろうな。青葉の過去を知れば知るほどただの自分勝手なクズでしかない。ガソリンで放火しようと決め、ガソリンを購入し現場まで運んで、そして着火と、これのどこが心神耗弱なのか、全然判断力鈍ってないじゃないね。なので判決は妥当ですよ。むしろ生ぬるい、死刑以上の刑はないのかっていう意見も多数でありました。まあ兄ちゃんはアニメーション好きが多いっすもんね。昼帯に出演したしょこたんも極刑でも足りない、どうして心神喪失などを考えなきゃいけないの。加害者を守るシステムがものすごくありすぎるんじゃないか。よく言った、全くその通りだ。いくらね被害者はいねえから人権もないって言ったって、加害者ばっかの人権守ってらんねえよって話なんですね。世論です、これに関しては。本当にそう、計画的にガソリン持って行ってるのに心神喪失はないわな。前例を尊重するのが日本の裁判だから。キチガイを無罪にするせいでキチガイの犯罪が全然減らない。昔見た映画で一回しか殺せないのが残念だぜってセリフがあった。キチガイ無罪の刑法39条はおかしいっていうのが私の持論でして、むしろ心神耗弱とか心神喪失のやつはもっと重く罰すべきだっていうのが私の持論でして、刑罰を食らわすことには3つの目的があります。大雑把にね、更生のため、懲役なんかで反省の時間を与えると、見せしめ、危険人物を社会から遠ざけ社会を守るっていう、これ主体が社会ですね。社会の安全、社会の治安を守るため、危険を隔離して、あるいは永久に、まあ、死刑によって永久に、消して社会を守るためと。このうち気違いは公正が望めないし、健常者の犯罪よりも社会にとって危険なんだから、気違いの方が。むしろね、量刑を重くして長い間社会から遠ざけるべき。普通の人は5年食らわすとこ10年とか15年とかねっていうのが私の持論でして、つまりですね、酒や薬物、精神異常で無罪または減刑されてたケースではむしろ倍、3倍の懲役や死刑を食らわすと。普通の人なら15年ぐらいの、刑も死刑と。一人だけが被害者だと、大体死刑にはなんないですけど、それも死刑と、した方がいいっていうのが私の持論です。長く閉じ込めとけば、出てくる時にね、80、90になってたら、体力、気力的に、大きな犯罪できなくなってる、じゃないか、というのを期待して、長く食らわす。現在ですね、キチガイ無罪認定率は、どのぐらいかって言いますと、警察庁の犯罪白書によればですね、年間刑事事件件数は約50万件ぐらいあるそうであります。そのうち刑法39条が適用されたのが5件程度、10万件に1件ぐらいなんですけれども、これを多いと感じるか少ないと感じるかには個人差ありますよね。私は危険はなるべく社会から遠ざけておくべきという考えなんで多いって感じます。刑法39条、おかしいよ、むしろ逆にすべきだよって思っております。24日11時45分頃、長野県千曲市市道で高村京子県議69歳が運転する車が21歳をはね、骨盤骨折の重傷を負わせる。県議と同乗していた同僚県議、多分共産党一人に怪我はなしと。後ほどですね、高村県議は無免許と発覚しました。免許の更新せずに期限切れで無免許運転してたみたいであります。世論です、無免で人身事故最悪だな、共産党だしな、不敬体じゃなくて無免は草、草じゃない、笑い事じゃないですけどね。共産党は法律守る気ないからね、除名してあとは知らんぷり。本当に法律守る気ないんだな、頑張れ共産党、正義に負けるなと。事故は事故だが、無免許は犯罪ですよね。相変わらず犯罪係数が高い
共産党だな。その理由をですね、あの議会で、豊島区議会で説明したら、懲罰委員会にかけられましたけどね。今の政府は悪い存在なので、そいつらが作った法律も悪いに決まってる。革命が成功し、権力を得た後は、家畜扱いする連中が作った法律なんか守れるか。そもそも革命イコール命を改める、殺人を容認してる連中なんだから、些細な法律などどうでもいい、気にしない、っていうようなことを議会で言ったら、懲罰委員会くらいましたけれども、共産党が法律を守らない理由はですね、まあこんなとこだと思われるんですね。憲法守れって言ってて、法律守らない安定の気違いどもだな。全くね、あの平和だ人権だって言う前に法律守れって話。その他のニュース、東京都、麻布十番駅をミサイル攻撃に耐える地下シェルターに改造すると発表。行ったことある方ご存知かと思いますけど、あそこ深いんですよね、やたら。5階ぐらいエスカレーター乗り換えないと、っていうか、5階建てぐらいの深さなんじゃないのかな。シェルターにはぴったりなんですけど、嫉妬に狂ったネット民、上級国民専用かよ。麻布十番って完全に金持ち向けじゃん。収容人数的に上級か、上級国民だけが入ることを許されるんだろう。シェルターもいいが、撃たれる前に撃てよ、などなど。私これ外交官や大使館職員を保護する目的じゃないかなぁ。大使館の住所がですね、麻布の国は全部で27ありました。調べたらアメリカ、EU 連合、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、ロシア、中国、韓国、オーストラリア、フィリピン、ウクライナ、スイス、オーストリア、ルーマニア、チェコ、ポルトガル、ギリシャ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、シンガポール、アルゼンチン、キューバ、サウジ、イラン、チリ、まだまだたくさんありました。ちっこいね、とこ含めると27あった。だからこれそういうやつら、そういう人ら、やつらじゃない人らをですね、保護も考えてますよっていうポーズ取るために、まあ麻布十番改造すんのかな。まあ深くて、いいかもしんないな。コストかかん、あんまりかからずに、何し深いからね、麻布十番の駅。法務省が来月からこれまで認められなかった男性受刑者へのリンス、化粧水、バスタオルの差し入れを認めると発表。女性受刑者には認められていたみたいであります、化粧水やリンスの差し入れ。ジェンダー平等の流れなんだが、今時それぐらいいいじゃないの、リンスぐらいって流れになったのかは不明であります。リンス今までダメだったんだ、知らんかった。まあリンスインシャンプーなんて商品もありますけど、手錠にですね、ロープで受刑者つないで護送する、移送する、地検へ。一人焦げたら全員焦げるっつった、いまだにね、昭和どころか明治な部分やってますもんね。階段とかね、本当に危ないんですよ。電車みたいに数珠つなぎになって、移動するんですけど、危ないんですよね、あれね。刑務官も、まあ、なんか方法ないのかね、こんな明治なことや、いつまでもやってて、原始的なって言ってたのは、聞いたことはありますもんね。というわけで、メール党員限定懇親会、ご応募、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。